こんにちは。こんにちは。はい、今日もやってまいりました。はい、今日はすごい埼玉の田舎の公園に来て、若干肌寒いんですが、いいところですね。気持ちいいですね、うん、後ろがほら芝とかなんですけど、こんなベンチもあってすごい便利なんで、青空磨き、そう、ネイビーの靴を、お互いのネイビーの靴を磨く会です、今日は。そうですね。はい、はい、見えるかな。自分のはトリッカーズのバートンのネイビー。一応ここは黒なんですよね。あ、そう、黒、うんうん、黒なんです。あ、でも面白いですね。脂肪側で、そう、面白いコンビなんですけど、はい、で、こちらが以前、長谷さんに動画も作ってもらったカメラなんですよ。オートバンでございます。美しい。これを交換して、はい、これから磨いてみたいと思います。お願いします。はい、それでは早速ちょっと交換して、はい、磨きましょうか。お願いします。どうぞ。はい、はい、じゃあ、うちのカメラもよろしくお願いします。緊張するね。メダリオン、そう、僕前回メダリオンの靴を長谷さんの靴に磨かしてもらって、はい、ここのやっぱ表面に苦労したわけですよ。あ、だからちょっと今回もぜひリベンジをさせていただきたい。そうですね。はい、ビッカビカにしちゃってください。自分はちょっと人様のコード版すごいビビってますけど、いやいやいや、もう可愛がってあげてください。慎重に丁寧にね、可愛がってあげようと、はい、ありがとうございます。よし、やっちゃうよ。やっちゃうよ。そんな感じでじゃあ、はい、いきますか。はい、はい、というわけで、だいたい汚れ落としがさらっと取りましたん で、クリームを入れていきましょうね。はい、デリケートクリーム塗ってから、シュークリームやっていくような感じですかね。はい、はい、僕はちょっとこの黒い部分とネイビーの部分が、はい、まあなんか色あんまり混ざっちゃうとあれなので、この黒い部分はデリケートクリーム塗って、でこっちはネイビーのクリーム、なるほど、はい、塗らせていただこうかな。です。自分はこのコロニルのシュプリームで、はい、はい、やっちゃってください。やっちゃいます。もう手でいっちゃっていいですか。もちろんもちろん、僕も手でいかせて。12時の鐘が鳴ってますけど、そうですね、もうお昼ですよ。のどかだな。じゃあ私45分。間違えました。ほんとのどかでいいですね。のどかでいいですね。毎日こういう仕事がいいですね。そうですね。外でね、外でこうのどかにゆったりする仕事がいい。そうですよ。か、正直これだけでもすごいツヤ出そうなんですよね。これあんまり僕お手入れしたことないんですよ。あ、実はまだそう、1回ぐらいしかなくて、まあそんな質問頻繁に履かないのでいいんですけど、多分喜んでます。そうですね、嬉しいって声が聞こえてきますもんね。うんうんうん。ああ、そうなんだ。わ、うん、かるよ、わかる。わかるな。そうか、僕足りないからあんま聞こえないんだよな。あ、本当ですか。愛情不足かな。喜んでると思います。本当ですか。喜んでる。なんか声聞こえてきた。よかった。気持ちいい。お、気持ちいい。ちょっと嬉しいんだ。よかったね。気持ちいい。あ、そうなの。嬉しい。いいっすね。まあ、だいぶツヤツヤになりましたね。うん、なんかしっとりした感じ出てますね。ちょっとした小じわとかありましたけど、はい、しっとりした。これ結構さらっと仕上がりますね。いや、そうなんですよ。これブートブラックのあれシルバーライン入荷制ですけど、一人いない公園なので。そうですね、本当に誰もいないんですよね、今。いい公園ですよ。本当ですよ。本当この 靴が磨きやすいいい公園を見つけました。場所はもう本当に企業秘密です。知りたい人はDM 待ってます。そうですね。教えないかもしれませんけど、いいところです。靴磨き好きがほら集まっちゃう。確かに。でもここでみんなでやれば、まあ確かに確かに、いいかも。天気のいい日なんかは、もし丁寧に、ちょっと自分のをやるよりかなりいつもより丁寧に、ありがとうございます、磨き上げたんですけど、まだ終わりじゃないんですけど、ちょっとワックスやって、あ、本当だ、ツヤツヤじゃないですか。すごい深いこの輝き。さて、はい、はい、仕上がりましたね。終わりましたね、ついに。お、すごい。ちょっとどっちもいい感じなんじゃないですか。いやー、ナメさんすごいな。どうでしょうね。ちょっとコードバなんで若干難しかったですけど、いや、さすがですね。いい感じになったと思います、うん、やっぱホールカットなんで、この曲線美見て、みんな見て。まあそこはちょっと面白いところですね、この靴の。これすごいですよ。
良さが全面にもう出ちゃってて、すごいな、半端じゃないですよ。すごい、こんなエロい靴ないですよ。おう、いや、さすがだな。じゃあ僕もちょっとしっかりめにマックスを乗せてます。つま先はかかとも若干ちゃんと乗ってるかなっていうぐらいには、はい、 いい感じですね。自分のバートンちゃんが可愛くなっちゃって、こんなにちょっとツヤンとしましたね。いや、すごいです、生き返りました。よかった、あった、すごい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。楽しかった。いや、すごい楽しかった。あっという間ですね。ピクニックしちゃいましたね。ピクニックしちゃいましたね。磨きピクニックでしたよ、本当ですよ。すごい楽しかった、本当に。ちょっと肌寒くなってくる前で良かったですね。そうですね、ただまだまだこういうの定期的に外で磨くのもやりたいと思うんで。確かに、構わず。そう、冬でも夏でも、真冬でも真夏、ワックス溶けちゃってもやります。やりましょう、やりましょう、定期的に。そうですね、うん、楽しい。まあ、今回これ落ちつけらんないですね。そうですね、そっか、そういう、特に落ちはつけらんないですね。そうですね、これでもう終わりなんですけど、うん、そういう動画もあってもいいんじゃないかな。これから勉強していけばいいんじゃないですか。そうですよね。そうです、そうです、落ちとか全然考えないですから、ね、そうですよ。いや、楽しければいいので。そうそうそう、楽しく涼しく磨ければいいので。しょうがないです。なので落ちはないことが多いと思うんですけど、うん、まあ温かい目で見てやってください、はい、いい落ちがあったり、こういう締めがいいんじゃないかっていうのがあれば、ぜひコメントにね、コメントに残しておいてください、ね、一件も残んないかもしれないんですけど。そっか、落ちね。まあ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 、徐々にね、我々はまだ始めたばっかで2回目の撮影ですから。そうですね、今日、はい、まだまだ頑張ってやりたいと思います。そうですね、はい、皆さんがどうか応援してください。はい、というわけでまた会いましょう。次はどんな靴を磨けるかな。そうですね、楽しみだな。どんな可愛い子に会えるか。じゃあみんなもまた、はい、会いましょう。ありがとうございました。